カーファインの取材動画。なんで今日そんな忙しいんだよ。新宿のうんこの話早くしようぜ。もう終電で六本木行かなきゃいけないんだよ。はよ、本題化せろ、新宿のうんこの話。犯人見つけようぜ。カーファインのやつ見よう。20秒から。はい、どうもこんにちは。カーバインと申します。はい、どうもこんにちは。カーバインでーす。ほんとこ連日獣フレンズ。なんでこいつこんなウィスパーボイスなの？お前、加藤純一タグロックしてんじゃねえよ、こいつ。おい、ふざけんなよ。ソウルメイトか、俺ら。ラバーマスコットですね。ポヤぬいぐるみって何？ポヤなんてキャラいる？いたっけかな？そういえば、あとですね、この場を借りてお礼をさせていただくんですけれども、はいはい、先日ね、はい、アイスバケツチャレンジの真似事で、氷水をかぶった時に、指名をね、ちょっと何人かさせていただいたんで、はい、あくまで無理しないで、お湯でやってくださいっていう、ね、はい、注意書きをして、はい、でその中にですね、うんこちゃんこと、加藤純一さんの名前を出したらですね、ちょっと生放送でそのことに触れてくれたらしいですね、加藤さんが。3回に1回ぐらい触れてんぞ、俺カーバインのこと。やるやらないはね、全然別として、加藤さんね、ちょっと僕のリサーチ不足で加藤さんね、心臓の異常の話して間違ったのね。氷水なんて被っちゃいけない人だったんですね。めっちゃいいやつじゃん、カーバイン。飲み行こうぜ、今度、おい。おい、カーバイン友達になろうぜ。めっちゃいいやつじゃん、こいつ。そこまで俺のこと心配してくれんの、すでに。めちゃめちゃいいやつじゃない。ちょっともう一回聞こう、今の。何これ。やるやらないはね、全然別として、加藤さんね、ちょっと僕のリサーチ不足で加藤さんね、心臓病の持病があるらしくて、ちょっと間違ってもね、氷水なんてかぶっちゃいけない人だったんですね。本当すいません。一応ぬるま湯か、紙吹雪でってみんなやってね。氷水すいません、下ごめんなさい。本当にすいませんでした。わかりませんでした。ファンの方すいません。加藤さんにお伝え、うぷぬし、直接加藤さんに謝罪すべきなんですが、連絡先が分かりません。そんなことで俺、何、アイスバケツチャレンジ指名されただけで俺謝罪受けなきゃいけないの？ちょっと日時決めようぜ、カーバインにちゃんと。いや、だってこれはちゃんとさ、俺も真摯に受け止めなきゃいけないわけだからさ、ちゃんと日時を決めて、正式な場を設けますよ、俺も。一応、ぬるま湯か、紙吹雪でってみんなやってね、氷水絶対やらないでねって言ったんですけど、動画見直すと、どう考えても氷水な、かぶる流れだよね。だから、加藤さんの指名は、やるべきじゃなかったと反省しております。やっぱりちゃんと相手のリサーチをもうちょっとしっかりしてやらないとダメだね。こんな真面目で優しいやつが鼻の覚醒の動画上げてんの？でもね、とりあえず生放送でこういうことやってるやつがいるぞって言って触れてくれたら、ちょっと生放送僕直接見られなかった。俺ちゃんと大石正義に言うから安心しろ、おめえ。なんかね、友達がなんかやっぱ悲しんでましたよっていう。俺ちゃんと大石正義に届けるからな、カーバイン。なんですけど、コメントで知ったんですけど、触れてくれたらしいんで、それでまあぼちぼちね、有名実況者さんがそういうふうに言ってくれたっていうことで多少まあ広まったんで、本当に。なんでてめえぼちぼち有名なんだよ、お前。そこお前すごい人気のって言え。なんでこいつぼちぼち有名だなみたいな。あとね、加藤純一さんは今度ね、大石正義さんいるじゃないですか。はい、獣フレンズのオープニングを、ね、確かに。だってさ、アイスバケツチャレンジ指名したやつ誰か知ってるか。俺とはじめ社長と、なぜか芸能人、めちゃめちゃ有名な芸能人に、知ってるかなあ。俺とはじめ社長とヒカキンと、あとなんか芸能人だよ。脳外科医、あのさ、松本人志と喧嘩した脳外科医。なんだっけ、脳科学者、茂木健一郎だ。俺とはじめ社長と茂木健一郎を指名したんだよ。その中で可能性があるの俺だけだろうがよ。歌ってるわけじゃないけど、その作った方だな、作った方。
まあ、仮すご歌くね？がね、ニコニコに出てるんでみんな知ってると思うんだけども、その方と一緒に、音楽番組をね、やるそうです。今画面出てるやつですね。宣伝してくれてんだ。大西加藤の音楽番組、かっこかりが10月11日水曜日よりニコニコ生放送で毎週オンエアされるそうなんですね。これ生放送やってんの？きっとね、面白い番組になると思います。皆さんぜひ見てみてはいかがでしょうか。え、この人生放送やってんの？ニコ生やってんの？わ、いいやつだな、カーマン。やっぱ俺見る目あるな。だって絶対さ、あんな気持ち悪いゲテモノみたいなゴキブリのような扱い受けてたんだろ、しばらくは。どうもー、カーバインでーす。今日ね、皆さんお待ちかね、花の角栓の動画になりますね。誰も待ってねえのに。ギャーってごめんなさいんだよ。全人類待ってない花の角栓の動画上げてんだぞ。今日はね、皆さん一週間貯めてきましたよ、つって。毎度おなじみみたいな。叩かれ続けて、再生数20万、マイリス18とかあったんだぞ、お前。その中の一つ俺だからな、おい。お前20万再生されてマイリス18だった時の、な、18分の1俺だからな、カーバイン。お前の名前まだ出してない時の。俺だからな。選ばれし18人だからな。本当に。カーバインってなんだかんだって一番 YouTuber っぽいし。自分の武器を、カーバインニコ生やってんだ。知らなかったわ。知らなかった。絶対でも一緒の空間にはいたくないけど、これからも放送でちょくちょく絡もうな、カーバイン。嬉しいわ。あいつ工作してたからな。あ、そうなんだ。あ、これニコ動にあげたんだ。加藤新一様、この度嫌な思いをさせてしまい申し訳ございませんでした。また生放送で当方の活動に触れていただきありがとうございます。これから寒い季節になりますので、お体を大事にしてください。大石お兄さんとの新音楽番組楽しみにしています。頑張ってください。お前が見てるとなったら俺も頑張らざるを得ないわ。今まで意識してなかったけど、見られてる意識が俺芽生えたわ。カーバイも見てるっつって。絶対最初の挨拶、どうもーって言うね。あれ、いつもとうんこちゃん違うな。なるほどな。アニメ、獣フレンズ、加藤純一、大石正義。とんでもねえぐらい売名しようとしてんじゃねえか、大石正義とかで。カーバインっていうタグねえじゃねえかよ。アニメ、獣フレンズ、加藤純一、大石正義。うんこちゃん、獣フレ。虎視眈々と狙ってるな。虎視眈々と狙ってる。アニメタグで上げてる。こういうところがいいんだよ。